勝はグー、じゃんけんグッチー。お相撲チャンネルのグッチーです。こんにちは、松本改め太郎丸です。よろしくお願いいたします。お相撲グッチャンネルは世界中にお相撲の楽しさを伝えるということと、未来の横綱を育てるということをコンセプトにお送りさせていただいております。もし少しでも楽しいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お相撲はグッチャンネル。さあ、第2弾ということですね。三谷さんからですね。いつもお世話になっております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。去年は大変お世話になりました。本当にお世話になったんですけど、終盤寒さに負けて、出稽古行ってたから、見学いつも来てたのに、申し訳ございませんでした。見れなかったですね。また新年は必ず、今年中に行ってるんですけど、私は素晴らしく予定が詰まっております。でも目標として今年ですね、今年中にしっかりしたものを掴んで土台を作ってボーンっていくんで、もしかしたら頭が一番理想的なのかなっては思ってはいます。焦ったらいいことなので、まあそうですね、着実にやった方がいいですよね。やっぱりそうですよね、着実が一番。しかも私は相撲は指導に徹したいと思いまして、今年は引退試合をしようと思っております。続けていかせて、CCCSUCKIN さん、これなんて読むんですかね。CC さっきさんですね。ココスキン。違うな。CC さんからありますね。はい。またやはりまた割りは鬼門から出た。また割りはね、また割りできるからどうのこうのっていうのではないんですけど、できるに越したことない動作ですね。腰をしっかり決めて、外に開いて腰を決めるには大事な柔軟性なんです。そうですよね。できるか強いわけではないんですけど、大事に怪我の予防にもなるし、まあ僕としてはかっこいいからやりたいかな。相撲やってるなんて感じしますね。しますよね、やっぱりかっこいいですよね。できた方が他の競技の人でも憧れるで、そういう本も売れたぐらいでしょう。そうです、すっごい売れてますよね。180度開脚、憧れる。まあやっぱり相撲なんで、結構本気の股割りになっちゃうっていうところありますよね。まあできないとね、なかなか腰決まらないっていうのは、去年は人間万力とかやりましたけど万力してこの股割りは達成できたのか。そうですね、この動画の前に多分出てるんだと思うんですよね。いや、どうでしょうね。でも途中経過としてある程度のところまでそのドッキリこのより先に出してるから、あれ超ウケると思うんで、僕的にはパキッと音がしてるんですけど、してないっていうんです。音拾ってるかどうかは多分見ものですね。聞いてくれてると思う。この下のところの説明欄にその動画のURL が貼り付けておきますんで、もしまだご覧になってない方はご覧ください。よろしくお願いします。タッキーさん、相変わらず日本アンチドーピング機構に加盟しないのは謎です。そこですね。これは費用かかるからとかそういう問題じゃないんですよね。そうです。組織として抜き打ちすればいいんですよ。ペアにしてもらいたいのに、そこはなんか怪しすぎますからね。怪しいですね。そうすると成り立たないぐらい蔓延してるんじゃないですかって言いたくなるんですけど、蔓延してるんですよ。蔓延してますね。してます。まあいいか悪いかで言うと、まあ体には良くないですね。体にはとりあえず悪いし、まあプロだから実力、まあ成績がすべてものを言うんで、気持ちはめっちゃわかるし、自分もやろうと思ったぐらいですから、何も言えないですけどね。でもまあみんなやめようよって、それなんかみんな平等ですから。そうですね。平等ですとね、でも。先生の才能にね、勝負になるから。そうですね。あと才能の勝負。やっぱりなんですけど、まあこれドーピングに限らずなんですけど、まあ選手っていうんですか、力士、まあ大相撲は力士ですね。力士のまあ健康すごい大事だと思うんですよね。僕まあグッチから前聞いたんですけど、まあ部屋によっては朝ごはんを食べないでいきなり朝一番で稽古始めちゃうみたいな。いや全部子供ですよ。あ、そうです。基本はお相撲さんは朝ごはん食べないで、昔からそれ伝統で来てるんで。ああ。でもそれをやると、なぜお相撲さん糖尿が多いのか、痛風が多いのか、そこを考えてもらいたいです。そうですよね。人間の体の構造も伝統とか、そこの部分は変えてもいい伝統なんですよ。柔軟性ですね。そうですね、やっぱ健康面でもう、そうですね、もう健康面だけじゃなくて強くなるためにもそうですね、脂肪しかつきづらいですね。筋肉を大きくするのが本当は理想じゃないですか。体重を重くするのが理想ではないです。筋肉を増やす。ドーピングは OK でそっちはダメっていうのはちょっとおかしいですよね。だからまず帰るのは力士も朝食をとるっていうか、まあ、稽古朝稽古やった方が生活のリズムがいいっていうのもあるんですけど、まあ、まずね、健康と体作りの面を考えて、まあ、がっつり食う必要ないです。ちょっとだけバナナ、まあ、血糖値を多少上げるバナナとか、まあ、生姜のいいものを、水分はしっかり、朝起きたら寝てる間にこう汗がいくので、血液が濃い状態で、そこでさらに稽古で汗をかくと腎臓にすごい負担がかかる。そこでお腹空いてる状態でガンガン来るんで、もうめちゃくちゃです。いや、そうですよね。内臓弱い人は一発で痛風投入する、若くても。そこ丈夫な人は20歳過ぎ後半とかぐらいまで大丈夫。丈夫な人です。僕それを破ってきてますよ、本当。当たり前じゃないですか。僕内臓決して強くないんです。あ、そうですか。僕強いと思ってたんですけど、強くないです。腸も弱いし、エビスコも弱いです。全部弱い。もう胃は強かったですね。食いすぎても吐いたりとかしたことあんまないんで、胃は強いんですけど、消化もいいし、腸はめちゃくちゃ良くて、慢性なんていうんですか、過敏性の腸炎持ってたんで、常にそういうことですか。もうそれで体重増えなかったのもあるんで、ストレスもあるけど。それストレスじゃないですか。だってなんか減ったって言ってたんですよ。10キロぐらい入門した時はね、ストレスですけど、腸やられてたっす。なんか食中毒一回なってから、あっ生肉菌的なもあったっすね。検査したらすごいな、怖いっすね。もあったんで、だから本当健康って一番です。そうですね、腸を大事にしないと体できないっていうのはあるから、まず朝水分と血糖値ちょっと上げるのと、何より大切な血中アミノ酸濃度を上げた状態で稽古する。それを取り入れてもらっただけでも、まず小兵の力士は強くなります。大きい人って大体素質あるんですよ、大きめの。体細いままの人いるでしょ。そういう人が代謝めちゃめちゃもともと体質上良くて、やってるんで、そこをあえてそういう体質の人は食事量を増やす、回数を増やす、こっちの方が体でかくなるんです。お相撲さんの1日2食を実践すると大きくならないです。代謝が良すぎて追いつかない。4食5食細かく刻んでいった方がそういう人たちができます。なるほど。それ体質によって分けないと工夫が必要になります。小さい人はなんかそういうなんか私も勝手に言わせてというよりも、講座になったんですけど、講座になりましたね。まあ実際そうですね。また一回やりましょう。やりましょう。小兵力士へ向けて増量計画みたいな、すごい面白そうですね。作りましょう。血中アミノ酸を上げるには EAA ないんですか。また自分飲んでるやつ忘れない。EAA ないんじゃなくてもいいんですけど、まあおすすめそうですよ。山本さんプロデュース。EAA を取るのは有効ではないです。 BCA だけじゃなくて EAAはいいですね。9種類取ればと、あれを飲んでおけば結構分解を抑えれる。あ、いいですね。そういうすぐ食事すれば味もね、そんなに僕は悪くないなと思ってるんです。いや、全然いいですよ。ちょっと苦みがあるんですけど、アミノ酸の味ですから。そうですね。僕なんかいつも EAA だったか AE だからまた忘れちゃいそうだ。はい、 TMP さんです。せっかく真面目な提言をされているのに、外でただでさえ騒音を拾うのに、さらに音楽が大きすぎて聞こえづらくて台無しですよ。すいません。提言されていることはすごくいいことだと思います。すいませんでした。ちょっと編集気をつけさせていただきます。ありがとうございます。まあ内容によってそういうのも変えるの、まず勉強させていただきます。はい、編集者さんがすごい一生懸命やってくださってるので、そこの部分、はい、ありがとうございます。続きまして、笹荻様、どうもありがとうございます。勝負というか、今後の健康のためにも研究すべきです。ドーピングの回ですね。はい、ありがとうございます。やっぱそうですね。まずね、健康のため、勝負かけてるから、お相撲自体健康って言っても難しいところあるじゃないですか。あります。ありますけど、尋常じゃないでかさにしていくし、筋肉でかくしていくから、よりでも健康的に、それだけでもリスクあるのにさらにやってたら、そんなためになっちゃうんですよね。体重の大事さっていうのをちょっと感じた出来事がございまして、この前ちょっとめっちゃさんがすっごい強くなったんですよね。同じ技術だとでかい方が強いです。正直。富樫さんからですかね。はい、よろしくお願いいたします。富樫学様からいただきました。多くの人にこの問題に関心を持って知っていただくことが、必要かなと思います。紹介している、相撲漫画をプッチーさんが監修に入ってドーピング問題を取り上げるのはいいかも。多くの相撲ファンが動けば相撲協会のドーピング禁止と抜き打ち検査に動く。それから、幕下と重量より、上の収入が違いすぎることもドーピングへの誘惑となっていると思います。幕下の給料を下は月30万円から上に行くに従って上げ、上位は月80万ぐらいにしたらいいと思います。相撲中継を見ていたら幕下の取り組みは特に上位が十分見応えがありお金を払う価値があるから。貴乃花さんも実は協会追い出される前は提案、してて、幕下からも給料出したらどうかっていう、重量と幕下の上位の差はほぼないっていうのもあって、番付の仕組み上区切りがもう、待遇はめっちゃ差がめちゃくちゃ差があるんですけど、この辺来ると勝ち越してもちょっとずつしか上がらなくなって詰まってるところなんで、もう実力差ほぼないんですよ。でも待遇の差がすごいんで、そうですよね。もう本当にだから八百長が生まれるわけですよ。そうですよね。そこは幕下からもう少しね、自分で独立っていうか、生活できるぐらいはあっていいんじゃないかっていうのは改革として考えてもいいんじゃないかと思いますよね。そうですよね。でやっぱり僕たちができることは未来の横綱を育てて相撲の楽しさを伝えるということ、だから批判をしてるんじゃなくて、はい、あとこう提案であって、そうですね、素晴らしいでも提案でしたね。これから10年13年いた世界なんで、交流していきたいし、こういう発言をすると何言ってんだよって阻害されるかもしれないですけど、でも富樫さんのようにね、こういうすごいしっかりとした考え方でこういうふうにしたらどんどん交流できるようにしていきたいですよね。ぜひどうぞよろしくお願いいたします。さあ続きましていおり様、いつもお世話になっております。実はグッチャンネルを始めた頃に稽古を来てくださった、今前回とか漫画の宣伝しましたよね。ヤングアニマルのスマヒトラシム作者のいおり誠です。水口さんには大変お世話になっております。お二人とも宣伝ありがとうございます。今後ますます気合を入れて書いていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。最近は稽古に全く参加できなくてすみません。お忙しいですからね。僕らいつでもお待ちしております。続きまして、明るい未来様、ありがとうございます。ついに来た。本当に明るい未来で右肩上がりとか今の知ってます。それは高田織さんのそうですよ。新しく始められてみたいで、この前見てたら胸出しして、よく殴られ屋昔からあったじゃないですか。それ避けるみたいな。胸出し屋ですね。それで押させ屋、押せないからね、なかなか。それ押したらなんかいくらとかやってたんですよ。それを松本さんが挑みたいですよ。つまり200キロある人に飛ばしてくださいよ、ダーンって。それでなんか僕がその動画にコメントしたんですよ。松本さん当たりだなってますなら帰ってきてぜひっていうんでぜひコラボごっちゃんです。ごっちゃんです、お願いします。続いてですね、北岸和義様、水口殿、ご苦労様です。水口殿のノンフィクション相撲界は、ジベアトーク一言恐るべし。しかし私の、時代イコール新弟子時代からの、数年地獄やったわ。水口殿とコラボの前に、電話投稿は LINE、お願いいたしますということで、ツイッターで、そうですね、やり取りで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お待ちしております。見学商売様、いいね、ありがとうございました。いいね、いいねということでちゃんです。ありがとうございます。もちゃん部屋、部屋で寝転がって松本さんの頑張っている姿を見るのがとっても楽しかったです。お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございます。人が苦しんでるのでこうやって人間のそういうことですか。この動画が出る前だと思うんですけど180度開脚の中間報告おすすめです。見てみてください。これは面白いですこの奇跡が起きたんですから僕もひらめきだったんであれはすごいです。まあ、言ってみたら変化みたいなもんですよね。変化みたいな、ちょうどこういう形のドッキリが起きてるんで、すごいですね。これ多分見たい人、まだ見てらっしゃらない方は下の説明欄に URL 貼り付けておきますので見てみてください。よろしくお願いします相撲通の下に相撲通じゃなくてもあれは面白いです。ただ僕何回も言ってるんですけどメリって言ってますから言ってないって言うんですけど言ってます。拾ってないみたいなパキッみたいなもうどんどん見てください。その後大爆笑のありがとうございます。秀高武藤様ありがとうございます。このお相撲グッチャンネルが私に一番心に響きます。ありがとうございます。ありがとうございます。これほど嬉しいことなんです。でその上に顔じゃないけれどもはいらないと思います。顔です、正しいっておっしゃっていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。そう言ってもらえるとありがたいです。嬉しいですよね。まあ確かに自分もですね顔じゃないというか言っちゃったいろんなそういうのもあるかなと思って勝手に言っちゃったんですけど、顔じゃなければって外します。まあでもいいじゃないですか。一応謙虚にやらせていただきたい。そういうことですね。多田栄一様から、はい、ちなみに、外無双という技も回しを使わないのではないでしょうかと。だいぶ前の技の時ですよね、はい、回しをつかまない投げ技っていう講座の時ですね。まあ外無双は別にこう何技ひねり技で入れてたんでしたっけ。あ、外無双でも外無双の場合はかいなをタグっていうか一気、その相手の力を利用して足の踏み出してる方の足を外側からかぐ技なんで、まあ回しを取らないこともあれば、取っててもこういうね外側無双を切ることもあるから、まあ難しいところですよ。そういうこと。どっち技の、まあ大体は取ってない状態で頭潜ってて相手の踏み出してきた足をこっちひねりながらこっちで打つ払い。まあこっちのバージョンもあるんですけどっていう。ちなみにこの前難しいところですよ。浅草道場で初めて申し合いの時にあれ内無双でした。内無双やられてましたよね。やってましたよね。見たの初めてなんですけどすごいやっぱり一瞬だし変わった形だなっていう感じがまあ見た感じ。まあそうですね。工房の中でタイミングでやるもんなんで狙ってできるもんなんで、でもあれまあ多分力の差があったからできる。じゃあそれもあるんですけど、力の差があるとまあ様子見れるから、そういうタイミングを待ってわざとこうかけて稽古つけたりとかすることもあるんですけど、同じ実力差がない場合は結構そのタイミングをってなかなか難しくなかなか訪れないんで。そうですよね。でも実力差がなくても、まあ、体勢によったら起きうる。だから炎鵬関とかやるんですよ。タイミングが待ってできるもんではなく、突然来てひらめいて反応してそこの場面に出るっていうのがあれでもすごい。まあ僕は見た感想ですけど変わった形なのでやっぱりそのなんていうんですか頭にまあレスリングっぽいですよね。モンゴルズムですよね。変わってますよねこういう。まあでも体勢としてはちっちゃい人が潜って大きい人に潜ってやるとそういう場面が出てくることがありますね。タイプ的に噛み合わないとなかなかそういう場面に出ればそうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、あと回し取らない投げ技かもしれないです。そうですね。難しいと思います。投げ技というか、手技ですけど。そう、手技、ひねりというか。ああ、そういう。基準難しいと思いますね。そうですね。謎の技です。すごいですよね。形が変わった形だなって、やっぱり。相撲のイメージとはちょっと違うので、押し合い、寄り合いとか、そういう力比べでない感じでしょう。あれでも、大きい方がかけてましたよ。あれは実力差あって稽古つけてて受けててその向こうは胸頭つけて押してるから、はい、そういう場面に探ってかけてまだちょっと違う感じですね。体勢によっていろんな技があるんでそれが自分でチョイスできるようになればそうですねいいところです、ね。でも僕は大体こう勝ちパターン、申し合いの中での勝ちパターンを考えるとやっぱり組んじゃダメなのかなっていう気がしてるんですけどまだ分からない。やっていくうちに力もついていくのでいろんなあれ相撲部って大学の相撲部って見せてもらったりできないですかね。できるんじゃないですか。コロナ落ち着いたらできるんですけど今だと多分できるだけ来てほしくないって感じになる。立命館の、大学出身の女子高校の相撲部、なんかコラボしてくれるって言ってましたね。なんか全然連絡ない、連絡しますとか言いながら、やっぱコロナですかね。絶対それで多分学校側がダメとか言ってると僕は思います。まあ落ち着いたら絶対行きます。よろしくお願いいたします。話どんどん変わって。ありがとうございます。これで最後。はい、今が最後です。じゃあ3段まで続けてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。チャンです。